どうかしたのか？別に。少し夜風に当たってくる。何が起きたんだ？待ってたぜ、エリアン。俺をやるにはここは絶好の場所だ。セキュリティを抜けてでも必ず狙ってくると思ってたぜ。どうぞ、組織の命令で動いてやがる、殺し屋さんや。尾行に気づいていたよね。だけどもうさよならよ。支援要請。何をしている？その人をすぐに降ろせ！ロック、ハワード。この女は殺し屋だ。俺を殺し、あのお方の血を引くお前も始末するつもりなのさ。俺はあの男の息子なんかじゃない！いくら否定しようが、この女にとってはお前があのお方の息子であることは変わらねえ。だったらこうするしかないだろう！やめろ！分からせてやろうぜ、この町が誰のものなのかを。黙れ！やるじゃねえか、やっぱ血は争えねえな。させるかよ。ロック、その女の手を離す。お前がどうあがこうが何も変わりはしないんだ。俺とお前であのお方の意志を継ぐんだよ。ふざけるな、亡霊に取りつかれやがって。お前には失望したよ。あのお方に恥をかかすわけにはいかねえ。二人揃って地獄に落ちな。何？あんたに殺されれば、俺はあの男から解放されるのかな。さあ、でもそれで気が済むなら殺してあげるわ。今なら全てあなたの望み通りになる。自分の運命は自分で選択なさい。あなたはなぜここへ来たの？ここには母さんの絵があったんだ。夜中中どこ行ってたんだ？別に。さてと、俺は二度寝でもすっかな。飯ができたら呼んでくれ。焦げ臭い。余計
計なことするなよ。